はい、こんにちは、元キャンパーでございます。今回はですね、8泊10日の北海道旅に出かけていきたいと思っております。友達とね、僕の2人で、車にね、家具を乗せて、旅をしていきたいと思っております。道中ね、ルートとか予定そんなに細かく決めていないので、まあ、天気だったりね、様子見ながら、動いていこうかなと思っております。まあ、メインはね、ライダーハウスに泊まったり、キャンプしたり釣りをしたり、まあ、僕は釣りをするわけじゃないんですけども、友達がね、釣りをやりたいと言うので、幻の魚がいるらしいので、それをね、目指して旅をしていきたいと思います。じゃあね、早速これから新潟港のフェリーターミナルに向けて出発していきたいと思います。はい、どうも。はい、どうも。いや、前面がね、選別を来ました。持って駆けつけてくれましょう。ジャンのやつ、アサヒスーパードライ。じゃあこれは選別として、今夜たくさん飲んで新潟港に着き次第、ね、ガブ飲みしたいと思います。いや、羨ましいな。今日はたまたま駆けつけて銀色差し入れするんで、ありがとうございます。旅中で飲んで俺のこと思い出して。今日で全部飲んじゃう。本当に早いな。だそうです。じゃあそういうことで、はい、行ってきます。いってらっしゃい。いや、ここにたくさん飲んで、俺の燃料入りました。入った。そしてバイク、キャンプ道具全部入ってます。行ってみます。いってらっしゃい。もうすぐ県境だよ。もうすぐ県境だね。カレー、ラーメン屋でカレーを注文。ラーメン屋でカツ丼。うまそうだね。実食。ごちそうさまです。これからね、また新潟市内に向けて、はい、出発していきたいと思います。はい、Let's go! というわけで、新潟市へ入りまして、新潟中央ですね、これを降りていきます。はい、というわけでですね、はい、今夜、まあ、車中泊できるポイントつきまして、ここがですね、フェリーターミナルから約、3キロ圏内の場所にありますね。まあ、いい感じで夜も更けてきておりますので、いただきます。ビール行っちゃいますか。行っちゃいましょう。よし、いい音出してよ。いい音出してよ。じゃあ、とりあえず初日お疲れ様です。お疲れ様。じゃあ、たまんないね。うまい。うまいね。というわけでですね、出港は明日のお昼12時、まあ、大体ね10時半ぐらいに港の方に到着して、でチェックインというか、まあ、搭乗手続きを済ませて乗り込んでいきたいと思います。それでは、おっす。おはようございます。
昨晩ですね、新潟で車中泊しまして、本日これからですね、新潟港のフェリーターミナルより北海道に向けて出港していきたいと思います。まずはね、モーニングルーティーンということで、近くにあります公園で朝活。おはようございます。ちょうど終わっちゃって。いや、何されてたんですか？笑って洗顔して。微妙にね、歯磨き粉みたいな。恥ずかしいな。この時は撮る。まあそんな感じでね、うん、今日もスタートしていきます。Let's go。 毎朝こう10回やんなきゃいけない。腕立て的なこと、それは。そうそうそう。セルフサスケだね。あー、気持ちいい、気持ちいいよ。いやすごい。これが新潟限定。3号と500どっちにする？どうしよう。3号。2つ。船乗る前にお惣菜とかお酒とか買い込みまして、これからフェリーターミナルですね、向かっていきたいと思います。Let's go。北海道航路たまんないよね。すごいじゃないですか。あれでしたね、あれ船でしたね。船じゃん、やっぱ。ほら、乗船手続きが終わりました。時間がちょっと空いてるんで、これからハイエースですね、積載ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、昨晩ですね、車中泊したんで後部座席、起こして、ここで1人、それから、助手席で1人っていう感じで仮眠取って、今ちょっとね、出航前なんでかなり汚いですが、荷物こんな感じで、で後ろにはカブちゃん乗ってます。それからですね、カブと、キャンプ道具、かなり天井スレスレに近いぐらいまで荷物今回入れました。多分ね、今までで一番ハイエースに荷物積んだんじゃないかな。はい、そしてトランク後ろからこんな感じで、もう隙間という隙間すべて埋めました。まあいろいろ入ってますよ、本当に。カメラ機材、釣り道具、キャンプ道具、バイク、いやマジでワクワクする。こんな感じでね、今回ちょっとね、ギターも持ってきました。まあ、もしかしたらどこかで弾くかもしれないということで、ブリッジも入ってますね。これ隙間にバイクを乗せるためのブリッジです。じゃあちょっと別行動ということらしいので、お先に行っていただいて、でタラップというか渡り廊下あるんで、そこから乗船お願いします。僕は車で後から入ります。はい、乗船したら広まで待っててください。はい、気をつけて。はい、お前もな。
はい、登ってきますよ。この瞬間がね、やっぱり一番ワクワクしますよ。雨の日にね、バイクで乗るときちょっとスリップしそうで緊張するんですけど、車はやっぱ楽でいいな。うわ、まあね、誘導員に誘導されながら、出てきたりするんで気をつけながらね、徐行、再徐行で進んでいきます。今回バイク積んでるんでね、窓を少し開けて置いておきます。はい、じゃあそれでは仙台入っていきます。これでもう車には戻れません。どうもどうも、お待たせしました。あ、ありがとうございます。あ、すいません。いやいや、乗船しましたね。ちょっとお席に乗船させてもらいました。はい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 、こちらでございます。おー、これは、109かな41の109。俺の部屋よくみんなの部屋なんだけど。はい、僕が今回、泊まる場所がこちらになっております。電気のスイッチはどこだ、中かな。あ、着きました。はい、こんな感じでカプセルホテルみたいになってます。それではですね、まず一番最初にお風呂に行きたいと思います。これね、最初結構船内を探検したくなるんですけども、これマジでね、おすすめなのが一番最初にお風呂入ることです。で、なんでかっていうと、まあ、湿気だったりね、海がもし荒れたりするとだんだんお風呂のお湯がなくなってくるんで、今ね停泊してる段階で先に、楽しんでいきたいと思います。えらい、なんか海の男って感じですね。ちょっと雲行きが怪しいけど、まあまあこれぐらいなら許容範囲でしょう。全然静かに乗れるんじゃないですか。お風呂行きましょうよ。はい、一番風呂入るんでしょ。一番風呂ポンポンポンで入る。ポンポンポンのね。キスの肌とすごい綺麗、緑感じるね。感じる、自然肌ね。はい、これはね、新潟限定、札幌の風味爽快にして、まずこれをね、いただきましょう。はいはい、お次はこのね、船に乗ったらね、これですよ、やっぱり札幌クラシックサツクラ、これ行っちゃうから。
北海道に着いた我々は進路を東に取り、朝から晩まで北海道グルメを食べ尽くす。次回、北の幸と果てしない大地、乞うご期待。ご期待。ご期待。